始まりました、パート2パート。この番組では私たちリンクルプラネットが夢がぎっしり詰まったプラモデルたちの組み立てから完成までを紹介していき、たくさんの魅力をお届けしていきます。ちなみに番組のタイトルでもあるパート2パートはドラマ量産型リコもう一人のプラモ女子の人生組み立て機のエンディングテーマのタイトルでもあります。それでは自己紹介をしていきたいと思います。はい、私いつも全力大友といです。イエーイ。はい、リンプラの眠り姫石川梨花です。お願いします。やっほー。はい、関節好きの関西人新井芽衣です。イエーイ、関西人。イエーイ。はい、おはれなリンプラのアンドゥこと安藤玲奈です。イエーイ、おはれな。おはれな。はい、私たちリンクルプラネットです。よろしくお願いします。お願いします。今回はこの4人でお送りしたいと思います。それでは第6回目のプラモデルの紹介に入る前に量産型リコ第6話の振り返りをしましょう。どうぞ。その後今日は何もしないんだって。何もしないって宣言したのに。マブマブ。これはマジンガー Z。 俺と結婚しよう。ファイルだ。マジンゴーだ。マシブ。リコのお兄ちゃん登場するなんて思わんかったしさ、うん、あのもうで家でプロポーズするとも思わんかったやん。驚きの目でほんでさ、兄弟で、ね、うん、プラモデルに名前書き込むってめっちゃいいなって思った。なんかエモかった。エモいよね。ということで今回作るのはですね、リコが第6話で作った、はい、こちら HG144 分の1マジンガー Z インフィニティバージョンとなります。すごい。1972年放映のテレビアニメ版から10年後の世界を描いた劇場公開作品マジンガー Z インフィニティに登場した主人公機マジンガー Z が HG ブランドでキット化。マジンガー Z おなじみの必殺技の各種を再現できる豊富なパーツ群と、それを可能とする広域な稼働、さらにはディスプレイの幅が広がるアクションベースが付属する豪華仕様となっています。今回は組み立てとオリジナルシールの貼り付けを行いたいと思います。おー、シールの貼り方のコツも説明するのでぜひチェックお願いします。ということでレナちゃん、いつものやつお願いしてもいいですか。はい、任せてください。はい、はい、じゃあそれでは画面を皆さんも一緒に、せーの、ご開帳。おー、おー、もう中が気になるでしょ。みんな気になる。待って待って、アクションベースついてる。おー、超ありがたい。本当だ。あとね、金属のやつとかね、めっちゃリアルで超かっこいい。もう待って、早く組み立てたい。さて今回は先ほど紹介した HG144 分の1マジンガー Z インフィニティバージョンを組み立てたいと思うんですけど、ここにもう一体リコとリコのお兄ちゃんの思い出が詰まったこちらの機体マジンガー Z も一緒に組み立てていきたいと思います。2体を組み立てちゃうってことですか。うん、そうです、そうです。なんかインフィニティバージョンと違って箱もちっちゃくてすごい可愛い。可愛いね。今回はレナとメイちゃんの方でそちらの HG144 分の1マジンガー Z インフィニティバージョンを組み立ててもらって、はい、私とエリカの方でこちらのベストメカコレクションマジンガー Z を組み立てていきたいと思います。はい、おお、楽しみだい。ということで組み立てていきまーす。44とエリちゃんに接着剤頼みます。腕やります。腕、腕やったこと ある？ありますよ。何作った？大きい78のガンダムのを作った。すげえ。接着剤ってなかなか使わんじゃん。うん、どう？え、なんか新鮮な感じするよ。わかる。でもなんかネイルっぽいから、あ、この塗る感じは慣れ、うんうん、そう、慣れてる感じはあるよね。おお、え、じゃあこっち刺してみていい？いいよ。うわ、うわ、頑張れ。めっちゃいいね。いい感じ。
これを畳んで、おお、わあすげえ、すごい、すごいぞ。どうした？見て顔。ね、めっちゃ。すごくない？かっこいい。かっこいい。すげえ。すごい。いろんなパーツ切ってたんよ。うん、で、なんかカラフルだよなと思ってたけど、ね、こんな色分けされてた。え、ね、めっちゃ細かい。色分けすごい。すごくね、これ。びっくりしたるの。しかもさ、これさ、うん、めっちゃディテールがさ、細かい。細かい。なんか、見たらわかると思うんですけど、うん、めっちゃ思った以上に細かくてびっくりしちゃった。できました？できました。組み立て完成。完成、やった。全然違うね、うん、こう見ると。どうだった？作ってる最中も感じたけど、うん、重厚感すごくて、わかる。なんかさ、うん、この正面の赤の、うん、これがめっちゃいい。そう。しかもね、うん、中になんか模様みたいなのがついてる。そう、なんかすごい。すごくないこれ？めっちゃかっこいい。そしてもうこのディテールよ。そう。墨入れも超したくてうずうず。すげえ。私らはどうでしたか？ケーキットもうこれね、はい、ちょっとお二人ともケーキット作ったことがあったから、うん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 、結構あの手慣れに作ることができました。こっちはかっこいいって感じやけど、うん、こっちなんかかわいい。確かにかわいいするということで、じゃあ次に行きますか。お、次はですね、プラモデル用マーカーを使用してリコの第6話に登場したマジンガー Z のように羽に自分たちの名前を書いていきたいと思います。おー、でさらに私らはリンクルプラネットのシールも貼っていきたいと思います。おー、やったね。ではやっていきましょうか。はい、やっていきましょう。レッツゴー、レッツゴー。消せないから緊張する。インク紙に出しないか。どんな感じで書く？そうしようか。あれれれれ、ね、リンプランデカールどこに貼ろうね。よいしょ。どこに貼ろうか迷う、困るじゃん。迷うよ。あ、かわちいね。え、めっちゃいい。え、おいい、めっちゃいいよ。みんながいい。めっちゃいい。よかる。どうしよう、ね、これどうしよう。あー、うんうんうん、前から見えるように、うん、そうしよっか、うん、じゃあ右側貼りますね。はい。あー、うんうんうん、前から見えるように、うん、そうしよっか、うん、じゃあ右側貼りますね。はい。こことかどう？うん、でももっとでかい方がいいかな。うん、お、結構、よし、綺麗に貼れた。いい感じです。ありがとう。ここでシールを貼るときのポイントを紹介します。ピンセットでシールを取ります。このときにシールのなるべく端をつかむと貼るときに位置を調整しやすくなります。貼り付ける位置を決めたら一度で貼り付けるのではなくパーツの上に置くぐらいゆるく貼り付けます。綿棒で優しくシールをこすってしっかりシールを貼り付けます。できました？できましたよ。できました？決めの言葉をしていきたいと思いますが、皆さんご準備よろしいですか？はい、はい、いいですよ。いきますよ。せーの、キムバース。イエーイ、完成。それでは完成品2体を並べて見ていきたいと思います。皆さんどうですか？あの、まさかの一番、うん、大きいサイズのデカールを使う、ね、まさかだよね。そう、が貼れる大きさなのよ、これが、うん、それがすごい。 そして名前はこんな感じになりました。え、かわいい。なんかシール貼ったみたいに見える、うん、うん、そう、なんかメタリックがいい感じに映えた。めっちゃ綺麗、映えた。そう、私とエリカのマジンガー Z はじゃじゃーん、じゃじゃーん、こちらです。おー、はい、そしてですね、うん、後ろの名前文字はこんな感じになりました、うん、わー、かわいい。ひらがなもとい、うん、
これからもいろんなプラモデルの魅力をたくさん発信していきます。この動画がいいと思った方はグッドボタンと私たちとリンクした証チャンネル登録をカチッとよろしくお願いします。以上パート2パートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。今回作ったのは HG144 分の1マジンガー Z インフィニティバージョンです。2018年公開劇場版マジンガー Z インフィニティに登場したマジンガー Z を144分の1スケールで立体化。アイアンカッターやドリルミサイルなどの本編でも印象的なシーンの数々を再現できるオプションパーツが豊富に付属。ジェットスクランダーとディスプレイベースが付属することで疾走感のある飛行ポーズのディスプレイも楽しめます。ぜひ皆様もお手に取ってみてください。エアリアル様、ここおり。本日よりサービス開始となります。社長、決め直す。 It's broken。 決闘で決めるしかないな。俺は挑戦する。それが決闘でしょ。逃げたら一つ、進めば二つだ。フィックスリリース。